他には2つ、グローバルのリーダーシップのコーチングをやってるのと、もう1つはこちらに来ている日本人の留学生のキャリアサポートを実はやってるんですけども、実はアメリカに1994年に来まして、そこからまあアメリカの、まあ、今でいうシリコンバレー、2000年ぐらいですかね、アメリカのそのハイテク企業がそのオフィショアっていうリソースのトランスファーですか、それを大きく始めて、でちょうどそこの真っただ中にいたんですね、私は。アメリカの本社から、リソースをチャイナとかインディアとか、ヨーロッパではポーランドとかアイルランドとか、まあ、アイルランドはレイバーが安いという話ではないんですけども、そこにオフィスを持っていくとタックスが安くなるのでそういったような関係でそのリソースをね、世界中に持ってって、カリフォルニアの本社からだいたい 80% は海外にいたので、でその人たちをマネージメント、まあ、リーダーシップを取ってたんですね。5年ぐらい前に実は自分の家族、まあ、自分の親の関係で一回日本に帰ったんですね。アメリカの会社の日本支社なんです。リーダーシップを取る仕方が違うわけですよ。例えばですね、あいつには言わなきゃわかんないって僕の隣で言うわけですよ。でも言わなきゃわかんないのは当たり前じゃん外国から労働者が入ってきてるので、やっぱり日本人の中では多分取れるんでしょうけども、外国人がいっぱい入った中だとなかなかうまくリーダーシップが取れてない。日本の会社の中でリーダーシップっていうふうなことを考えたときには、やっぱり社長とかね、エクゼクティブレベルの話になっちゃうんじゃないかと思うんですけども、実際にはリーダーシップが一番大切なのは、やっぱり中間層。リーダーシップがうまくいってれば、もっともっと業績も上げられるだろうし、プロダクティビティも上げられるだろうし、みんな苦労しなくてもいいということで、私がそのできることとして、やっぱり自分で一人でなんですけどね、グローバルな環境で リーダーシップを取るのはどうしたらいいんだろうっていうようなコーチングを一人で始めたんですよ。若い方っていうのはかなりいろいろとトライアンドエラーしてくれて、いろいろな気づきだとかっていうものがあるんですけども、やっぱりその一つの会社に入って10年ぐらい仕事をされてると、やっぱりかなり変えることが難しい。であとはその日本のやっぱり文化の中にいるので、やっぱり日本の文化に従わなきゃいけないところがかなりあって、で、まあ、これは私の本当にパーソナルなオピニオンなんですけども、日本ってやっぱりアンドキュメントのルールがかなり多すぎる。つまりプロトコルって言っていいんですかね、そのこういうの、この時はこうしなきゃいけない、あの人に会ったらこうしなきゃいけないっていうプロトコルがかなり多すぎて、でそれを知ってる人はすごくいい人なんですけども、それを知らない人はあまり良くない人というふうに思われてしまうでそうではなくて、やっぱり自分の頭をちゃんと使って、で自分の頭でいろんなことを考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうことを考えたんですね。人間の頭をコンピューターに例えると、アプリケーションの部分と OS の部分っていうのがあって、で、まあ、OS の部分っていうのは Windows だとか iOS だとか Mac の OS だとか、そういった OS ですね。でアプリケーションっていうのは Excel だとか Word だとか、まあ、そういったようなアプリケーションですよね。で皆さんやっぱり若い方もアプリケーションの方にしか意識がいかないんですよね。その自分で覚えて何かをするっていう、でそうではなくて、僕が今いつも言ってるのが、そのアプリケーションの前に OS やっぱり鍛えた方がいいんじゃないですので、自分で考える力ですよね。思考力だとか影響力だとか、そういった部分を鍛えなきゃいけないんじゃないかっていうことを言ってるんですけども、日系企業の成功してる例と成功してない例っていうものを、私の観点から、人材っていうものの視点からお話しすると、自分で考えない人
はダメなんですよね。つまり OS を使ってない人っていうものはあまりうまくいかない。自分が対応してる、自分がお話をしている相手方って今どういうことを考えてるのか、今何をその求めてるのかっていうことをしっかりと感じ取れるっていうようなね。で、そこから自分なりに答えを出すっていうことができる人っていうものがやっぱり、成功する可能性は高い。その日本では成功した方、まあ、リーダーの方っていうものが、その成功例をもとに海外に出てきて、やっぱり失敗する人がかなりいるっていうのは、そこのプロトコルをそのまま使ってしまってるからっていうことだと思うんですよ。やっぱり小学校の頃、小学校入りたてから、プロジェクトとプレゼンテーションなんですよ、すべてが。で、プロジェクトっていうのは2、3人で組んで調べておきなさいっていう。で、その調べてきたことを発表する、そのプレゼンテーションをやるっていう。そればっかなんですよね。だからそれに慣れちゃってるから、みんな、こっちの人たちは。まあ、プロセスとすると、まず自分の認識をしてもらわなきゃ、自己認識をしてもらわないと、つまり自分が今どの位置にいるのかっていう自己認識をしてもらって、で、その後に、実はワンデイワークショップ、1日かけて私はワークショップやるんですね。で、そこから、3ヶ月、ワンのワンのコーチングをするんですね。で、そのワンのワンのコーチングをする前に、あるアセスメントを受けてもらって、まあ、自分が今どういう人間なのかっていうことをちゃんと認識してもらうっていうことと、どういったリーダーになりたいかっていうことをちゃんと目標をつけてもらうんですよ。ゴールのセッティングですよね。会社が思っているゴールではなくて、個人個人のゴール、それを作ってもらうんですよ。一つの目的、つまり個人が立ててくれた一つのリーダー像に向かって、コーチと、コーチをされる人間が同じ目標に向かって二人三脚で歩くっていうことなんですよね。ですんで、私が問いかけていろいろな気づきを持ってもらう。基本的には人間っていうものは、そのコーチングっていうことで一方的に与えても多分うまくいかない。で、自分でちゃんと気づいてもらって、自分で思って自分で直していく、自分で変えていくっていうことをしていかなきゃいけない。で、そういうコーチングをやっぱり目指してるんですよね。